ル姫。はい、タルビー様、ハル姫です。どうして、嘘、なんでここに。もしかしてウスカリたちが呼んでくれたの、私とのお別れのために。オラリオ、なぜ。ウスカリ、お嬢、ちげえよ。そいつらが勝手に来ただけだ。え？タルビー様、旅立ちの儀の話を聞きました。私はあなたに生贄になってほしくない。あなたに死んでほしくない。だからここまで来ました、あなたの犠牲を止めるために。タルビーちゃん、そっか、そういうことなんだ。おい。ええ、様子がおかしい。ハル姫、あなたは私を憐れんでるの？え？あなたたちは私を邪魔しようとしているの？ふざけないでよ、ウスカリ！はっ！儀式を止めるですって、私たちの旅立ちの儀を。本気なの？本気でそんなこと言ってるの？なら、あなたたちは私の敵、私たちベルテーンの害悪。タルビー様、この旅立ちを邪魔するなんて、そんなこと絶対に許さない。そういうことかい、クソったれめ。私たちの時とは違うのか。生贄も儀式も合意の上、彼女もまた殉教者。お前らのそれは正義か？だったらお前らの正義には配慮がない。なんだって？お前らのガキどもは純粋な思いで動いてるんだろうさ。それでも立ち止まるべきだった。一度考えるべきだった。タルビーのこと、ベルテーンのこと。僕たちの善意を押し付けるな、迷惑でしかない。そういうことかい。わかってるじゃねえかよ、バカ女神。ああ、ガキどもがかわいそうだな。始まるのは喜劇じみた悲劇だ。やっと、大人になれたの。やっとベルテーンを救えるの。この日のために生きてきた。ずっとこの日を待っていた。なのに！私がオラリオに行けたのは、タムケのため！旅立つ私のために、ウスカリたちが用意してくれたご褒美！決してあなたたちのような部外者を勘違いさせるためじゃない！部外者…勘違い？ハル姫さん、しっかりしてください。私はベルテーンが好き。私がこの国を守る。だから、みんな、はっ、この人たちを切って、
暗黒の時代を覆す光に逃がさないにゃ。その方向、ここでついえると知れ。誘ってくれないのか。参ります。逃がさないにゃ。見捨てられない。